にちは、クイズキュンです。今回は謎解き推理クイズを出題します。60秒以内に事件の謎を解いてみてください。それではどうぞ。ある日、ある小さな村で種藤子さん女性が殺害されました。種さんは自宅で遺体として発見され、死因は心臓をナイフで一突きされたようで即死ということでした。現場には血で CAT の文字が残されていました。次の3人が容疑者として浮かび上がりました。猫山ひろしさん、事件当時は現場の近くにいたらしい。鏡もちおさん、現場近くで犯人を目撃したとの情報あり。桃井太郎さん、他人に駅で目撃されていて殺人は不可能とのこと。犯人だけが嘘をついています。さて、犯人は誰でしょうか。推理してみてください。タイムアップです。いかがでしたか。まず CAT のダイイングメッセージで、皆さんはまず猫山さんを疑いませんでしたか。しかし被害者は即死です。メッセージを残すことなど不可能なのです。ここで刺される前に書いたのではという疑問が浮かんでくると思いますが、実はそれも不可能です。刺されていなければ血など現場に存在していないからです。つまり猫山さんは犯人に見せかけられたということなのです。そして桃井さんは他人に目撃されているため嘘をつくことはできません。つまり犯人は鏡もちおさんでした。謎が解けましたか。それではおまけの問題です。冷蔵庫のプリンが誰かに食べられてしまいました。3人姉妹の長女 A は犯人は妹の B ですと発言しました。妹の B、C もある発言をしました。その後犯人は姉妹 A、B、C のうち誰か一人、犯人だけが発言で本当のことを言ったということが分かりました。さて犯人は誰でしょうか。
タイムアップです。この問題の答えはクイズ9の過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので、わからなかった方はチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか？コメントや高評価、チャンネル登録で応援もよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。